いつき？どうしました？え？実はいつきに探してきてほしいものがあるの。これ見てちょうだい。へえ、キリアさんって感想は求めていないわ。ごめんなさい、ゲン様。いえ、このマスコットを探してきてほしいの。この間ダイタマに収録に行った時に落としてしまったみたいなの。頼める？わかりました、探してみます。助かるわ。画像送っておくわね。見つけたら連絡をちょうだい。よろしく頼むわ。翼ならこういうの直せるかな。お疲れ様。私に何かご用かしら。アヤハさんが裁縫得意だって聞いたんで、これ直してもらえませんか。これは、いつきくん、これは君が自分で直すのがいいんじゃない。え？なんとなくだけど、そっちの方がいいと思うな、私は。はあ、大丈夫、私が責任を持って教えてあげるから。ちょっと道具取ってくるわね。どうでしょう。なかなか味があっていいじゃない。さ、早速渡してきてあげたら。あれ、渡してきたらって、どうして俺のじゃないって分かったんですか。女の勘ってことで一つ。ああ、とにかく渡してきます。ありがとうございました。お疲れ様。
いつき、ありがとう。助かったわ。いえ。どうしたの？実は拾った時に結構ひどいありさまで。ゲン様、イツキが直してくれたの？ごめんなさい、勝手なことをしちゃって。別に迷惑じゃない。ねえイツキ、私次のライブで歌う新曲がうまくいってなくてちょっと悩んでたんだ。ゲン様のことも気になってたし。だけどあなたがゲン様を見つけてくれて直してくれた。これを握っていると不思議な気持ちが湧き上がってくる。この気持ちを歌に乗せればきっと。いつき、次のライブ絶対見に来なさい。一味違うステージを見せてあげる。パフォーマーが集まるミラクルステージブルームパレスへようこそ。新しいレディアントスキルが作れるようになったよ。パフォーマーが揃っていれば作れるよ。試してみてね。これでいいかな。それじゃあユニティするよ。行くよ。レディアントユニティ。総領キリア。駆け上がるわよ、スターダム。その人形、以前よりも大事にしているように見えるのは私の気のせいかしら。気のせいよ。少女みたいにはしゃいじゃって。一応可愛いところもあるのね。うるさい。Cause
トピック見たか？すごい反響だったぞ。今日のキリアはいつもより乗ってたって。確かに今日のはすごかったな。いつもよりハイテンションだったっていうか、まさか彼氏ができたとか？ないない、今までだって浮いた話全くなかったんだから。まあ近寄りがたいからな、あの人。でも今日のキリアさんならありあり。お疲れ様です。お疲れ様。お待たせ。お疲れ様です。ねえ、どうだった今日のライブ。前回よりも良かったです。一味違うってその通りでした。そうかもね。あのね、今日のライブうまくいったのは、いつきが源様あのマスコット直してくれたから。そう言ってもらえると俺も嬉しいです。ねえいつき、そのどう思った？あのマスコット、あんなものを持ち歩いている私、似合ってないっていうか、その気持ち悪いでしょ。キリアさんに言うのもなんですけど、こういうのが好きなキリアさんも可愛いと思いました。え？それにあのマスコット、なんだか不器用な感じがちょっとキリアさんに似てるなって。バカ野郎。すみません。あんなの別に好きじゃない。形見みたいなもの。形見？別にいいでしょ。それじゃあ打ち合わせがあるから行くわ。じゃあね。